認知症の発症には必ず原因となる病気もしくは障害が存在するという話をしました。でその原因とされるものは70から100種類ぐらいあると。例えば、血管性認知症の原因としては脳梗塞とか脳出血があると。脳梗塞が原因となって、これがきっかけで認知症になったりするということなんですね。でイギリスはすごい進んでまして、イギリスではですね、その脳卒中とか心臓病の予防対策がこの認知症を減らすことに大きく関係しているということを、言ってるわけですね。で1990年代の、その調べでですね、認知症の有病率というのがですね、2010年代に入ると 23% もですね減少したと。でどうして認知症がですねこんなに減少したのかと。で実はイギリス政府はですね、脳卒中とか心臓病を予防するためのですね、その仕組み作りっていうのをやったんですね。で10年間で脳卒中と心臓病の人を 40% 減らしたわけです。でこの脳卒中と心臓病が減ったのと同時に、今言ったように認知症も減ってたんですね。あ、これは絶対関係があるということで、心臓にいいものっていうのは脳にもいいんだと、要するに共通の病気なんだという認識で、国家戦略としてですね、徹底的にこの生活習慣病対策というのをやったと。 GDP のですね 1% をもう認知症対策に費やしているというふうに言ってます。ちょっとねまとめますとこういうことなんですね。認知症になる危険度、認知症を発症させる可能性が高いのは何か。まず糖尿病、これは約2倍高まると。糖尿病じゃない人と糖尿病の人を比べると2倍高まると、危険性がですね。でさらに高血圧、これはね約3倍高まると。それから喫煙、タバコですね、これも約3倍高まるというふうになってるわけです。ですから認知症の危険度を下げるにはどうすればいいかと、これはまず運動をすることですね。そして塩分を取りすぎないこと、それから禁煙することというふうなことをもう挙げてるわけです。ですからまあこれは今イギリスの取り組みですけれども、ちゃんと結果が出ていてですね、でこれをまあどの国でも当てはめると、認知症の予防としてはまず運動すること、それから食事に注意すること、そして、コミュニケーションということで、社会的接触っていうんですけれども、積極的にいろんなところに出かけて人と話をすると。これが予防につながると。で、運動することっていうのは、なんか激しい運動じゃない、スポーツということよりは、ウォーキングみたいな、散歩でもいいと思うんですね。有酸素運動の、代表的なものはウォーキングがあると思いますけれども、これでですね、十分予防になると。で食事に関してはそのバランスのいい食事をとる、生活習慣病の予防に、つながるということですね。そして、コミュニケーション、社会的接触っていうのはまず好奇心を持ってどんどんこうつながっていくと。で、さらに頭を使うことにもなりますから。で介護予防事業の事例として、ちょっと日本の例なんですけども、要介護認定率というですね、要するに介護を必要とする人がどれぐらいいるかという確率なんですけれども、これがですね、埼玉県の和光市が、全国平均を大きく下回る 10% 台をずっとこう維持してるんですね。じゃあなぜこの和光市がこんなことができてるのかと、実はですね、積極的に介護予防に取り組んでるんですね。何をやってるかというと、高齢者の方々にとにかく外に出歩いてもらうということをやってるわけです。その対策をやってると。具体的には、市内に、出歩きたくなるいろんな施設をこう用意したんですね。例えばアミューズメントカジノっていうのを用意して、
まあいろんなそのゲームができるようにしたわけです。お年寄りが楽しめるゲームですね。で、サロン化して高齢者同士、高齢者の方々がですね交流できる場にしたんですね。ですから楽しい場ですから、だからゲームを楽しむというよりはおしゃべりができるという方が大きいと思いますけれども、そういう場所をたくさん作って、外に出る、出かけたくなるような街にしたんですね。でそれによって、さっき最初に言いましたけども、要介護認定率っていうのが、まあ、全国平均より大きく下回ったということで、例えばこういうことをやれば、これが認知症予防にもつながっていくということなんですね。でこうやってですね、でもとにかくもう早期発見なんですね。早期発見、早期治療というのは重要なんです。でどうやって認知症かどうか調べるか、調べればいいのかということなんですけども、まあ、最初に言いました通り、脳にですねこう老人斑というのができてくると、そして、神経性神経原線維変化というですね、タウというタンパク質がこう、の影響でですねこう黒いなんか塊みたいなのが脳にできていくわけですね。でこの病変というのを確認できればもう一発でも認知症だということなんですけども、これやるにはですね画像検査っていうのが必要なんですね。 MRI とかスペクトとかですね PET とかっていうですねそういう機械でシステムで脳の活動状況を調べたり、その撮影してですね脳の萎縮を調べたりすると。でこれがですね非常にお金がかかると。ペットの場合は、まあ、7万から20万、これは医療保険適用外ですね。そして、スペクトの場合は、スペクトというのは脳血流 心地グラフィーっていう、まあ血流の低下が起きてるんじゃないかみたいなことを調べられるものですけれども、これがね8万円ぐらいかかるわけですが、でこれはね保険適用できるんで、まあ、1万円ぐらいで済むんですが、でもやっぱすごいお金かかるわけです。時間もお金もかかると。で誰もが気軽にできるわけじゃないと、何回も何回もできるわけじゃないんですね。それで、例えばですねタブレットを使ってこうクイズ形式にして認知機能テストなんかをやったりするわけです。でそれによって、軽度認知障害 MCI の可能性が高いかどうかっていうのを判断することができると。で具体的にそういう取り組みをしているところとしてはですね、国立研究開発法人の、国立長寿医療研究センターというところがですね iPad を使ってアプリを開発してですね、でそのデータを収集して検証してます。もうすでに3500人分のデータがあって、まあ、1万人規模ぐらいまでに拡大しようとしているということで、タブレットを使ってですね認知機能テストをやるということはもうすでに行われています。これだとですね別にお金がもうそんなかかりませんので、で非常に短期間で何回もできるということですね。であとはですね、まあ普通に接していて何度も何度もなんか同じことを聞いてくるとかですね、それからいつも通ってる道なのに迷ってしまうとか、それから今まで積極的に取り組んでいた趣味とかがあまりやらなくなった、無関心になったというふうになったらば、あこれはもしかしたらっていう認知症かもっていうことで、早期発見するために、早期発見早期治療するためにですね病院に行くということなんですが、ですから早ければ薬が有効に働く可能性が出てきます。それから脳の萎縮を止める運動プログラム、これも、まあ、認知機能をアップさせるものですけども、うまく働く可能性があるんですね、早ければ。でも遅れれば遅れるほどこれが困難になります。ただですね、その本人に、家族がまあそうやって思っても本人が病院に行きたがらないというケースがかなり多いんですね。ですから、そのプライドを傷つけないように優しく説得するということが必要なんですけども、まあ、とにかく早期発見早期治療ということが重要になるということです。